茨城県立大田第二高等学校。茨城県立大田第二高等学校は、茨城県日立大田市にある高等学校。2006年、平成18年4月に、茨城県立里見高等学校を併合し、茨城県立大田第二高等学校を里見校としたが、同校は2013年、平成25年3月に併合した。本校は、 男女共学であるが、2015年、平成27年現在全校生徒229人の、内男子は37人である。1916年、大正5年に、大田町立実家高等女学校として開校し、2016年、平成28年に、創立100周年を迎える。2015年、平成27年現在、 全日制家庭普通科と商業科を設置している。高知周辺は山吹の里と呼ばれ、交渉にも山吹があしらわれている。九時郡大田町、現、日立太田市では、1900年、明治33年に、男子の中等教育機関として、茨城県立三途中学校大田文校、現、茨城県立大田第一高等学校が、 創立されていたが、初等教育における女子の進学率の向上に伴って上級学校への進学意欲も高まってきた。当時、県南、県西では女学校の設置が進んでいたが、県北では未整備であった。そこで、大田町では、1915年、大正4年11月28日の町議会で、両再建母教育を目的とする。 大田町立実家高等女学校の設置を満場一致で可決し、翌1916年、大正5年4月に、大田町立大田実家高等女学校が開校した。第1期生は50人で、修行年限は2年、大田神城高等小学校、現、日立大田市立大田小学校の一角を借用して、授業を行い、校長は、大田神城高等小学校長が兼務した。 開校後すぐ、1916年、大正5年9月から大田神城、高等小学校の敷地に、高等女学校の校舎の建設を開始、翌1917年、大正6年3月に新校舎が完成し、移転した。校舎建設費5200円は寄付と、大田町基本財産で賄う予定であったが、特殊化からの寄付が相次いだため、寄付金のみで建設が可能であった。 女学校の経営は、工場的に歳入が歳出を上回る状態であり、大田町の財政に負担を強いてきたが、1920年、大正9年頃には教育設備が整い、当時としては恵まれた環境が構築された。1919年、大正8年9月、茨城県久慈郡大田実家高等女学校に、開唱、1921年、 大正10年4月には女学校卒業生を大正とした1年生の補修課併設された。この補修課は1925年、大正14年陛下と短命に終わった。一方、女子中等教育をめぐっては、市町村立から県立へ、実家高等女学校よりも、実家のつかない高等女学校への進学が期待されるようになり、県南、県西では、 それが進んでいたが、またしても県北は取り残されていた。大田実家高等女学校では、県立遺憾を意識して、1925年、大正14年に、茨城県大田実家高等女学校への、会消定員の200人への増員を行い、1926年、大正15年3月には、町議会での右与曲折を経て、修行年限の4年への延長と学費の値上げが、 可決された。同年7月28日には、県立遺憾の請願が、町議会で可決され、大田町の周辺町村でも、県立遺憾を推進する動きが高まり、同年11月の茨城県議会で、翌1927年、昭和2年、議会中は、対象16年として、土予算説明で、茨城県大田実家高等女学校の県立遺憾を、 伊藤木八郎知事が表明し、県立遺憾が確定的となった。そして1927年、昭和2年4月1日に、県立遺憾に伴って、茨城県立大田高等女学校への解消と、定員400人への増員が行われた。当時、県立へ遺憾するには、町立、組合立からまず軍立へ遺憾するのが一般的であったが、 茨城県大田実家高等女学校は、軍立になることなく、一挙に、県立に昇格できたことから、大田町民の誇りとなった。県立遺憾の実現に伴い、当時県立学校となるための要件として、10万円の寄付と、聖地済みの土地1万坪、3万3,508メートルの提供があったことから、その履行が求められた。 大田町と九時郡の各町村はそれぞれ寄付金を負担したが、大田町では思うように寄付が集まらず、1929年昭和4年には町長が大田町の元とも称すべき女校問題と市政方針で演説するに至った。その後、新高地が新宿町の山吹の里に決定し、1929年昭和4年10月に2階建てでクリーム色をしたモダンな 校舎が竣工した。机アイスは生徒が自ら新校舎へ運び入れた。当時の校訓は、明朗定粛、勤勉で、1933年、昭和8年には、校歌、校章も制定された。学校施設の整備も進められたが、時代は太平洋戦争による戦時体制となり、1944年、昭和19年には、 大田高等女学校の卒業生らが大田女子挺身隊を結成し、同年1月から3月にかけて大田高等女学校内に軍事工場が設置された。さらに1945年、昭和20年になると高学年の生徒が直接日立製作所に通い、公員として各工場で労働することとなった。1948年、 昭和23年4月1日、大田高等女学校は、茨城県立大田女子高等学校に改称。翌1949年、昭和24年4月1日には、茨城県立大田第二高等学校へ改称と、同時に教学化された。当時は普通科、家庭科、商業科を置き、毎年10人前後の男子生徒が商業科に入学していたが、 1963年、昭和38年の商業家庭院増員時には、男子生徒の入学はなく、以降は女子生徒のみとなった。1970年、昭和45年4月、久治郡里見村、現在は、日立大田市内に、里見文庫を設置する。里見文庫は1972年、昭和47年4月1日に、 茨城県立里見高等学校とて独立するも2006年、平成18年に再度茨城県立大田大に高等学校の分校へ移管され、2013年、平成25年3月31日をもって閉校した。伝統文化学習を通して地域貢献のできる人材を育成することを目標としている。特にが重視され、打ち体験や、 郷土料理を使った弁当作りなどが取り入れられている。学校設定科目として、社会福祉基礎、普通科、商業科ともに選択教科として選ぶことができる。茨城県大百科事典によると、1980年、昭和55年頃には、以下のような教育上の特色があった。この頃には、火星科が存在した。 2015年現在活動中のもの。運動部で、男女表記の内部は女子のみ。茨城県立大田第二高等学校里見校は、茨城県日立大田市織橋町27番地の2に存在した公立の高等学校。2006年、平成18年4月1日に、大谷校の分校となるまでは、茨城県立里見高等学校であった。校訓は、姿勢。 明朗、今日は、全日制普通科を設置し、2010年度の全校生徒数は35人、男子24人、女子11人であった。1965年、昭和40年頃の茨城県の高等学校、進学率は50%ほどであったが、里見村では1965年時点で38.1%と低い水準にあった。 そこで、村内に、県立高校を誘致する運動が起こり、1970年、昭和45年に、大田第二高等学校の分校として発足した。県北山間地域の開発と過疎への対策としての役割もあった。里見分校の開校に加え、経済事情の好転、道路整備によるバス通学の実現が重なり進学率は上昇し、1981年、 昭和56年に、中学生の進学率は100%となった。2006年、平成18年、入学者数の減少により、大田第二高等学校の分校となることが決定した。校歌と校訓は、里見高等学校から維持、継承された。その後、茨城県教育委員会は、2010年、平成22年5月25日に、 第二次県立高校再編整備の前期、実施計画を発表し、定員割れの続く里美校の閉校を決定した。常用新聞の報道によると、定員40人に対し、過去3年の入学者は20人に満たなかったという。2013年、平成23年3月2日、里美校で、卒業式と閉校式が挙行され、最後の卒業生9人が送り出された。 2010年、平成22年時点で活動していたものを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。